真由美。どうしたんだお前。半年も一緒にいてこういうこともなかったんだし、いいじゃない、たまには。誰に雇われたんだ。おととい俺が中島社長と一緒にお前の店で飲んでいたこと、登場会のある男が知っていた。あの日店には山笠組系の男たち二人、それにキャストの女、店のボーイが数名いた。だが俺の素性を知る人間はあそこにはいない。お前なんだろう。俺の情報を登場会に流していたのは。待って、今から会ってほしい人がいます。桐生一馬さん。お連れしました。あんたは山笠組のまだらめ。昨晩は世話になりましたな。うちの八幡とやり合ったんでしょう。無事だったのか。防弾チョッキの類を着てましてね、おかげで命拾いしました。実はある人に警告されていたんです。登場会の人間と会うときは用心するようにと。警告された？そうです。その人は私に言った。もし自分が消えた後、登場会の中にまだらめさんに近づく人間がいたら、その人間が組織の裏切り者の一人だと。自分が消えた？まさか。そう、私に警告したのは他でもない、あの堂島大吾さんです。これでよろしかったのかな、堂島会長。ええ、お車を手配いただきありがとうございます。まだらめ組長、ホテルでの会合をキャンセルし、車での面会を申し入れてほしいと直接あなたから連絡を受けたときは正直驚きました。何か不都合でもあったのかな。大変申し上げにくい話なのですが、我々のどちらか、もしくは両方の命が狙われる可能性がありましたので。おお、それは穏やかな話じゃないですな。今日の会合、長洲グランドホテルでの会合は全て登場会のセッティングで動いていました。ですがどうも様子がおかしかった。おかしい？どこ？本来杯交渉などの際、場所は人目につかない郊外の窓の小さい部屋を用意するものです。隣接するビルからの狙撃や敵の来襲に備えるのは当然ですから。うん、
だがあのホテルは長須街の一等地、それも大きな窓がついたスイートルームが面会場所としてセッティングされていた。まるで売ってくださいと言わんばかりのロケーションです。それにあのホテル、構造が複雑すぎる。あれでは警備を固めようにも必ず穴ができてしまう。万が一警察や他の組織に踏み込まれた時、侵入経路がありすぎて対処しきれません。あの会合、極道のしきたりをよく知る人間から見ればことごとくセオリーに反したセッティングがされていた。まるであらかじめ誰かを殺すように仕組まれたような。つまりあなたは身内の何者かが組織を裏切ろうとしていると、そう言いたいのかな。はい。今回の杯の件、反目する組員がいたのも事実ですから。なるほど。マダラメ組長、一つお願いがあります。車を降りてからも口裏は合わせていただきたい。それと、私がこの後消えることをお許しいただきたい。消える。堂島会長は拉致されたのではない、自ら行方をくらましたのです。福岡から脱出するために。どうしてそんなこと。自らの命が狙われている以上、他に策がなかったのでしょう。私との面会直後、行方をくらませれば山笠組の仕業だと誰もが思う。その隙に堂島会長は福岡を抜け出したんです。じゃあ大吾は東京に。いえ、東京に戻る前に確かめなければならないことがあるとおっしゃってました。そのためにしばらくの間姿を消すと。確かめなければならないこと、裏切り者のことか。あの日の様子からして、青山という男が怪しいということは堂島会長も感じていたはずです。ということは、つまり真の裏切り者は別にいると。あ、大丈夫ですか。ああ、キリュウさん、あなたには謝らなければならないことがあります。この女を近づかせ、あなたが福岡で暮らしているという情報を登場会に流していたのは他でもない私です。あんたが。堂島会長に頼まれたのです。福岡にいるあなたが素性を隠して生きていけるように守ってほしいと。大吾が。堂島会長もあなたが福岡にいるという情報までは掴んでいたようです。あなたが素性を隠していることも知っていた。だから会長はあなたが騒動に巻き込まれることなく穏便に日常生活が送れるようにと、わざわざ福岡まで私を訪ね頭を下げたのです。そんなことが。関東最大の組織の頂点に立つ男が地方の一勢力に過ぎない山笠組に頭を下げる、これがどれほどのことかあなたならわかるはずだ。以来私は堂島会長と通じ、真由美から得た情報を会長に報告していたのです。真由美とあんたの関係は。親子です。真由美は私の実の娘です。あんたの娘。キリュウさんが福岡にいるという情報は極秘中の極秘事項。心から信頼のおける人間にしか教えられません。だから私は実の娘である真由美に
あなたを守るという役を託したのです。だが、もし最初から桐生一馬という男がどういう人間なのか知っていたら、自分の娘を近づけたりはしなかったでしょうな。どうしてだ？あなたに惚れてしまうからです。私も人の親、実の娘が結ばれない恋に悩む姿は見たくなかった。桐生さん、これを。これは山笠組の解散宣言です。これをあなたの手で警察に出していただけませんか？なぜ解散を？育ちすぎた子供たちをこれ以上小さな城で養うには無理がある。山笠組は本来小さな家です。だが私は子供たちを受け入れすぎた。東条会という巨大な組織と一触即発の状態になってしまった今、私にできることは可愛い子供たちが生きていけるようにすることだけだ。マダラメさん、解散すればもう我々は極道じゃない。島を明け渡せば東条会や近江から命を狙われることもないはずだ。これが最良の選択なんです。身を引く覚悟があんなら直接あんたの口から子分に説明してやるのが義理なんじゃないのか？九州の男ってのは頭に血が昇ったら最後、この状況で東条会と喧嘩するなと言っても素直に言うことを聞くような子供たちじゃない。ならいっそ法の力で収めてもらうのが一番の策。解散すれば組は実質警察の管理下になる。東条会や近江も迂闊に手出しはできません。でもどうして俺が？本来なら私が納得いくよう組員たちに説明すべきだ。だが今はこの体、東条会との戦争を避けるための話し合いをすることすらままならない。それにあなたが解散の届け出を出したと知れば、あの八幡も納得するんじゃないかと思いましてな。あの男が。昨晩あなたと八幡は拳を交わした。八幡というのは計算はできない男ですが、一度拳を交わした男がどういう人間なのか、そういうのはちゃんとわかる男です。まあ不幸中の幸いとでも言うんですかな。こうなる前に八幡とあなたが戦ってくれていてよかった。勝手なお願いをしているということは分かっています。ですがこの老いぼれの願い、どうか叶えてやってもらえませんでしょうか？桐生さん、私があなたを騙していたことは一生かけても償います。ですからどうか父の頼み引き受けてもらえませんか？真由美、俺はお前が思っているほどできた人間じゃない。え？俺もお前の親父も
あの青山ってのも根っこは同じ。所詮は極道だ。だが極道は極道でも、皆同じってわけじゃない。俺はできた人間じゃないが、男の頼みを聞けないほど腐っちゃいない。あ、桐生さん。これは俺が預からせてもらう。ですが。腐れに育てられたガキの世話は嫌いじゃない。本気で俺に任せると言うなら、何も聞かずに預けてくれ。桐生さん。結局俺は一人じゃなかった。一人になることなんかできなかった。理由はどうあれ、弱り切っていた俺のそばにこんないい女を置いてくれたこと感謝している。絶対に青山の好きにはさせない。それだけは約束する。それじゃ。すまんかったわい、真由美。今すぐあの男ば追いかけてもよかとばい。お前が狙撃したかとやったら、私は全てを受け入れるつもりやけん。真由美。それ以上言わないで。どうにかなっちゃいそうだから。お願い。お父さん。Woo!